キュルルーン、おかえりなさいませ。メリーさんちでお給仕してるクルルとサラサです。はい、今日この格好は何ですか？私あのメンソレータムですね私はあのコスプレのナース、ね、このナースさ実際いたら嫌だもんね。やばいよね。そうだって注射めちゃくちゃ打ち間違えそうだもんあ、ごめんなさい間違えた絶対注射打ってほしくない。自分の爪の方が気にしそうだよね、注射の差し間違いよりねはい、はい、今日はあのメルティーブラウンで何ナースイベントだっけ。今5月なんですけど、うん、5月病治癒イベントって称して、うん、あのナースコスデーみたいな感じで、おー、営業の様子を撮ったんで、ぜひ楽しんでみてください。はい、メイドカフェって言っても、うんうん、毎日のなんかメイド服とかだと、うん、ちょっとなんかあのお客さんとかもね見飽きるっていうかね、うん、非日常みたいな感じでイベントをちょくちょくやるんですよ、うんうん、うちの系列でよくやるのがロリータイベントっていう。確かにロリータよくやる、ね、うちの系列ぐらいじゃないかな、そのロリータイベントを頻繁にめちゃくちゃできるのって確かにこれはもう本当に上の人の趣味なんですけど、この、うん、前でも大正ロマイベントやった。あ、可愛かった、うんうん、可愛い服着れるイベントいいよね。そうだね、なんかコンカフェ、メイドカフェで働いてるキャストさんの特権みたいな感じ、ね、確かにならではのね、うん、って感じします。なんで、ぜひ可愛いキャストさんたちを見てください。はい、どうぞ。はじめまして、ザクロのレミです。注射しちゃうぞ恥ずかしい可愛い、可愛いですねザクロのいいね。あなたの病名はウィゾンバイバイ。はじめまして、ザクロのノアです。今日は私が診察しますね。エンペラーのルイです。エンペラーのウィヨです。あ、患者さん1名ご来店です。ご来店です。ご来店です。あ、ちょっとあの心拍数がちょっとないですね。あ、死にました。キラキラはい、今日はナースイベントでした。イエーイ、残念。ご入院ありがとうございました。イエーイ、楽しかったですか？楽しかったです。楽しかった。それはいいことですね。患者いっぱい来た重症、重症病院が、微重症病院じゃない、重症患者が多かったですか ね、はい。まあ、これからもね、こういう楽しいイベントをね、いっぱいあの系列メニグループ全体でやっていきたいと思うので、はい、はい、待ってます。イエーイ。どうでしたか？はい、どうでしたか？めちゃくちゃ可愛かったんじゃないでしょうか、うんうんうん、こんな感じでね、なんかあのこれからもイベントを結構やっていくし、楽しいことも企画していきたいなって感じです、うん、こういうイベントやってほしいですって言ったら、うん、あったらコメント欄で教えてください、うん、参考にするかもしれないし、かもね、うん、でもちなみになんですけど、うん、あの本当に下ネタ系とかエロい系とかは一切うちの系列ではやらないんで。露出系ね、はい、足だけで、はいはい、うん、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。